直列6気筒エンジンのシリンダーブロッククランクケースとは、レシプロエンジンを構成する構造の一つで、クランクシャフトが収められる箱状の部位である。クランクケースの主な機能は、クランクシャフトの軸受け構造を保持し、異物などによりエンジンの動作が妨げられることを防ぐことである。エンジンの用途や設計によっては、 この他に騒音を抑える機能などといった不可的な機能が与えられている場合もある。オートバイ用エンジンなどでは、クランクケースがシリンダーから分離できる部品で構成されている場合が多いが、今日の自動車用エンジンでは、一般的にシリンダーブロックの一部にクランクケースの構成部位が一体化されている。2ストローク期間2ストロークガソリンエンジンの工程では、 ピストンの上昇に伴って混合技がクランクケースに吸い込まれピストンが加工する際に混合技は圧縮されてシリンダーへ送られるこのためクランクケースは機密性が保たれ吸入口には逆流を防ぐリードバルブが設けられているクランクケースによる圧縮は一時圧縮と呼ばれ早期を行うために必要な圧力を生んでいる混合技の吸入と一時圧縮を行うことから オイルをクランクケースに溜めることができず混合儀に混ぜて供給される。クランクケースを潤滑したオイルは混合儀とともに燃焼室へ送られて燃焼される。4ストローク期間4ストロークエンジンのクランクケースには一時圧縮を行う機能は必要なくクランクシャフトの軸受けを潤滑するエンジンオイルが飛散するのを防ぐ機能が与えられている。また、 シリンダーとピストンの隙間からクランクケースに吹き抜けるブローバイガスによって圧力がかかるため圧力を調整するクランクケースブリーザーと呼ばれる構造が設けられている。ウェットサンプと呼ばれる潤滑方式ではクランクケースの下部に設けられたオイルパンにオイルが貯められる。オイルパンのオイルはクランクやコンロッドに設けられた油かき板でシリンダーにしぶきをサンプする。 飛沫潤滑やオイルポンプで吸い上げてエンジンの各部へ送る圧送潤滑あるいはそれらの方式の組み合わせによってエンジンの潤滑に用いられる。一方、ドライサンプと呼ばれる潤滑方式ではエンジン外部の独立したタンクにオイルが貯められ、クランクケースはエンジン各部を潤滑したオイルを集めてスカベンジングポンプへ流す機能を持つ。 循環型の潤滑方式が普及する以前の石油発動機やグローエンジンなどにクランクシャフトが外部に露出したオープンクランクと呼ばれる構造を取るものもあった。特に石油発動機は回転速度が遅く、稼働時間もそれほど長期にわたることがない用途で用いられることが多かったためこのような構造が取られていた。オープンクランクエンジンの場合には 指導前と作動中に随時オイルを注油する必要がある。このような構造は整備性が良い反面、クランクに注油したオイルが周囲に飛び散りやすく、異物によりベアリングの摩耗が早いために頻繁な分解整備が必要である。ありがとうございます。